はい、実況の方やっていきます。今回は随性ですね。この形はもうだいぶ昔から、多分二台打ちの時代からよく打たれてる形ですね。あー、でも五目クエストの中でこの形を知ってるってことはやっぱり結構強いですね。まあ相手も2050点なんで、まあまあ知ってるんでしょう。僕もこの進行だいぶ昔に死ぬほどやったんですけど、そんなに得意じゃないんですよね。でむしろ苦手ですね。あんまり経験、まあ打ったは打ったんですけど、負けることの方がだいぶ多かったので、まあ最初の二十数手ぐらいまではもう決まった定石ですね。大体あまり考えることなく打つことはできますが、なんか妙な手とか打たれたりしたらちょっと困りますね。次の手は基本ここなんですよね。多分打ってくると思うんですけど、だいぶ相手考えてますね。あんまやっぱ知らなかったんですかね、この随性の形は。まあ、だいぶ昔からある定石ですけど、いまだに全然打たれますね。ほー、これは打たれたことないが、定石を外すということは、まあそれ以外は黒強いんでしょうということで、そういうのも知ってるとある程度、まあ、攻めれるようなところ打っても怖くないんですよね。そうですね。よいしょ。これ上絶対で、まああと連をいっぱい作っていったら勝てるんじゃないですかね。基本五目クエストは時間が短いんであんまり読まないんですけど、なんかそれっぽい手を打って、まあ勝てたらラッキーみたいな、そういう勝ち方ですね基本は。はい、まあレートが同じぐらいの点数相手になると、そんなことやってたらもう全然ボコボコにされちゃうんで、そういう時はちゃんと考えますけど、まあ大体、まあ300点以上離れてたらそんなに読まないことが多いですね。でもそうやって怠惰なことをやるから負けて点数が減っちゃうんですけどね。一番点数があった時で2400近くぐらいもあったんですけど、もう100点近く減りましたね。これ下止めはだいぶ空いて すごいですね。諦めたんですかね。まあどうやっても勝てると思いますが、どうしようかな。あんまり読むっていう習慣がないので、明らかに勝ったであろうという盤面でも即座に詰みが見えないんですよね。まあリアルの大会だと1人2時間ぐらい持ち時間があるので、まあ、十分考える時間があるってことで、まあ、焦ることなく序盤は読むことができるんで、そんなに急いでなんか罪を探すっていうことをしないんですよね、あんまり。僕が五目クエストで打つときは、大体なんかその感覚ですかね、感覚のところを養うために練習ということでやってますね。ある程度第一感とかが良くなってきたら、読まなくてもなんか勝ちになったりとかよくあるんで、まあまあこれはあと塩入れ勝ちですね。なんか動画を撮るときは結構なんか熱戦譜というか、なんか100手近くまで行くような動画を載せたいですね。やばいやばいやばい、ちょっと待ってよ。ああ乗る乗る、いやでも大丈夫だろう。これやらかした気がするな。いや大丈夫か。危ねえ危ねえ。
いや、ほんと読んでないとね、やばいっすね。ワンチャン負けてましたね、こんな形から。危ない危ない。考えずに先にここ打っちゃったら乗っちゃうんですよね。白が飛び読んできちゃうんで。いや、醜態を晒すとこでしたね。このインドゥラインさん、あ、投了しました。ありがとうございました。